はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、ジャパンカップの追い切りの動画は昨日アップしておりますが、まあ、ダノンベルガ分だけちょっと続報ということで、はい。追い切り内容とコース相性、調教師の相性、馬自身の相性ということで、まあ、この簡単に評価しているね、毎週アップしている動画なんですが、ちょっとね、ダノンベルガ分だけやっていきたいと思います。で、今この画面に出てるね、サムネイルの一本前にアップした動画の方で、他の馬は全てやっておりますので、えっと、まあ、ダノンベルガ以外が気になる方はこちらもね、見てください。 はい、そんなわけで、ダノンベルガです。えー、ウッドで、ゴハロンが71.0秒、15.4、13.9、12.9、12.1というようなラップになっておりますが、えー、まあ、先週時点で仕上がっているのでね、追い切りはこのくらい全然問題ないと思います。で、天の賞,賞秋のパターンです。すいませんね、ちょっと昨日、日本対ドイツ戦で叫びすぎちゃって、声が、声がちょっと飛んじゃってますね。はい、えー、先週時点では仕上がって、 てましたはい、先週時点で申し上がっているので、追い切りはこのぐらいで問題はありません、で天皇賞、秋のパターンですね、はい、ウッドでも遅めでて、しかも反論もあるっていうパターンです、はい、で天皇賞の時の反論と何が決定,決定的に違うかというと、日曜日にね56.3秒で加速ラップ刻んでるんですよね、うんでえーまあ、これ、初なので、前走,と前走からの意地っぽいんですけど、前走以上だなという判断を、えー、しました。 で、右側ですね、旧車なんですけど、えっと、まあ、出たと書いてありますけど、えー、堀旧車ですね、うっどい切りで販路あり、このパターンいいんですよ。うん。で、ダノンベルが前走もこれに該当していました。ですが、さらにね、それで、えー、路がね、加速減速ラップ6種のどれかに該当しているパターンということで、今回の動画ちょっと、 あの、追加分なので、その表を出してませんけど、うちのチャンネルでアップしている、いつものね、対策動画とか、あのー、追い切り判定動画とかを,を見ていただければ、この6週についてはわかると思いますが、これに該当しているパターンですね。これもうあの、最高なんですよ。勝率もね、20%超えますしね、短回数も当然軽く100超えてますしっていう。で、今月もね、すでにこのパターンでもう5勝してるんですよね。あの、堀休者ね。なのでね、これ最高系なんですよ。うん。 で意地っぽく見せてかなりあの勝負できたなって僕は思いました。はい。で、左下、リッドウッド組はそもそも成績微妙で、あの、まあ、他の馬はこれ黒三角にしてたんですけど、半路加速ラップが付いている分だけあの、減点なしの丸にしました。う、まあ、この辺もね、一本前の動画を見ていただくと、はい、言ってる意味がわかると思いますが。で、えー、まあ、右下ですね。まあ、上げ上げホースとして今週紹介してきた。この上げ上げホースもね、うん。 今週、まあ一番重要な動画としてアップしてますので、まあなんだかんだで、あの、これまでの動画を、の、今週の流れで見ていただかな、いて見ていただ、え見ていただいていないとですね、えー、なかなかちょっとこのダノンベルーガだけの動画では話が伝わりにくいと思うのですが、まあこれだけピンポイントで見る人もいないんじゃないかなと思ってるんだね。あの、説明を省略してるんですけど、うん、天皇賞秋のパターンですけど、 反論の加速があることが大きなプラスですね。加えて、旧社の構成的パターンとなり、まあ、かなり大きな評価でいいんじゃないのかなと思っております。はい。そんな感じでですね。まあ、あの、昨日アップした動画の気になる6等に加えて、えー、当然ダノンベルーガとなりますし、まあ、上の方ですね。しかも、アゲアゲホースということで、もう、もういいんじゃないですか。もういいんじゃないですかね。今週はもう決まりで。うん。えー、ダノンベルーガと、まあ、他のアゲアゲホース2等に加えても、あと、まあ、ボケリに足して、 ええー、まイレブンベッドどういう形でやるか分かりませんけどね、週末の。はい、おまけ解明の方はもうそういうのでいいのかなっていう。おまけ解明っていうか、イレブンベッドとは別の買い目もね、今週末つけますけど、うん、それでいいんじゃないのかなって思うぐらいの内容で、えー、今週は進んできました。もう綺麗に進んできたので、あまり僕も深く考えずにね、週末の馬券買おうと思ってます。 でまあ、その上げ上げ放送っていうのは、このね、サムネの動画を見ていただければなと思っております。まあ、これの一本前から見ていただくと一番わかりやすいんですけどね。この動画もあの続報分なので、一本前に上げたやつはあの倍速で、ねえー、収録してますから、一本前の動画を倍速でこっちの動画に収録しちゃっているので、まあ、かなりあのわかりにくいと思いますのでね、一本目からもうあの全部見てもらえればなと思います、はい。来年にも使えますしね、このジャパンカップ。もうそれこそ10年前から言ってることですから。えー、もう それが10年後の今も、好成績でね、つながってるわけですからね。なので、あのまぜ、あ、ひ見ておいてほしいなと思います。はいえ、そんな感じでお届けしましたが、まあ,あのこの手の動画アップするとですね、えー、ま1、あ、本前の続きとかって言うんだったら、もう1本前の説明からね、一あのもう1回収録してくれよって言われたりするんですよ。ですけどね、あの、うん。 一本前のおぎり動画50分近くありますが、まあそれを、それをこの動画にもくっつけてしまうとですね、一本前見てくださった方は、最初の50分何も見るものがないというかね、昨日見たじゃんっていうものになってしまったりするんですよね、もちろんね。うん それはちょっとしんどいなと思います。はい。で、対策動画とか、その一歩前に上げたものをくっつけていってしまったらですね、もう一週間後のあの週末の予想している時点ではですね、予想の部分が10分ないのにですね、トータルの動画がなんか3時間近くなっちゃうわけですよ。うん。そんなことやってるチャンネルさんありませんしね、なかなか、例えばそのドラマとかはね、その前回までの あらすじはとかかるじゃないですか前回までのビッグバンセオリーはとかってやるじゃないですかあれぐらいは入れてもいいのかなと思うんですけどあの編集も大変ですしねあと競馬のやつなんでそのダイジェストで紹介できないじゃないですか追い切りの動画とかね追い切り全頭ほぼ全頭紹介してってるのをダイジェストにしたら結局同じぐらいの尺必要なんで。 うん。で、それは無理なんじゃないのかなと思います。はい。もう別にまあの、ポチッとね、あの、一本前の動画を見ていただくだけなので、はい、一本前、2本前で見ていただくだけなのでね、その辺はちょっと勘弁していただきたいなという感じです。はい。なので、まあ、チャンネル登録してね、過去分の動画も見ていただきたいなと思ってるわけなんですが、まあ、あの、日本対ドイツ。うん。 えー、まあその叫びすぎたせいで声もちょっと喉が痛いんですけどもいやびっくりですねはいもうびっくりですしもうサッカーファンずっと子どもの頃からやって42歳になってワールドカップの公式戦で日本がドイツに勝つなんてことは想像もしてなかったですし、えー、4年間ずっと森保さんの悪口言ってほんとごめんなさいと <laughs> いうところですうんもう素直にね素晴らしかったですいやーでもねやっぱあって一か八かの勝負に出るっていうのはねギャンブルでも必要ですけどいやなんかねすごいうん もうどうせ負けるんだったらやっちゃおうぜっていうね。まあ、あの姿勢はいいですよね。うーん、なんか、なんだろうね。ちょっと本当にあの、まあ、感動もしましたけど、うーん、なんか人生を学べたような、そんな気もしましたし。えー、本田圭介さんのね、解説もめちゃくちゃ面白かったですしね。うーん、まあでも、 ちょっとまあ僕としては余韻にもうちょっと浸ってですね <laughs>、今夜も余韻に浸りながら他の国の試合見たいなと思っております。ウィナーもね、あのー、ツイッターに書きましたけどね、サウジ2対1でね、アルゼンチンに勝つっていうあの番狂バスも当てましたからね、36.1倍っていう速報が来てました。極口買ってるので3万6千円。で、日本のね、21が、あのー、もう予想してたんですよ、ツイッターで。はい。<laughs> 日本勝てないだろうなと思いながら、万が一ね、こういう展開になったら21があるかな、みたいなとこでやってたんですけど、そっちも当たりました。うん。 ワールドカップ始まってから、ウィナーでもう4万円ぐらい儲かってしまったんでね、あのまあ、払い戻しが遅いので、えー、あれなんですけど、まあ、ちょっとこのワールドカップもね、えー、ワールドカップ終わったぐらい終わった時に10万円ぐらいプラスになってたらいいなっていうようには思っていたりします、はいもう。今夜はあれですね、ポルトガル戦でしたっけね、ありますよね、あれ、ポルトガルの3-0にはもう買っておきましたね。 あと、韓国がね、ちょっと、ま、あの、コンディションとかどうなのかなと思ったんで、韓国は、えー、3-1負けと、3-0負けかなにかけましたね。はい。なので、これがまた当たるとね、またお金が増えていくということで、はい、サッカーでもお金を増やしていきたい、競馬でもお金を増やしていきたい竹内でございますが、週末は11ベッド予想プラス、えー まあ、あの、自由な買い目というところでジャパンカップは行きたいなと思っております。まあ、ほとんど買い目はもう皆さんのご想像通りです。はい。今週の動画全部見てきてくれてる方はご想像通りですし、あの、アゲアゲホースの動画の中でも書いてますからね、買い目ね。ほぼあれをベースに行きたいと思っております。うん。そこにまあ、ベルトライゼンデとか空手を足すのを足さないのっていう話ですね。で、ちょっと序列としてハーツイストワールが少し下がるかなというとこですね。ボケリィには期待しています。あとはもうあの、アゲアゲホースの3頭まあ、ここの、 うん、ここで勝負してもいいかなって、人気サイド2と言いますけど、単勝 3,、うん、3点か、買ってもいいかな、単勝3点生まれん、えー、ボックス、バイドボックスっていうのを買っとくのがもう正解かなってね、これまでのアゲアゲホースの歴史から言ったら、えー、言えることなので、まあ、そんなような買いみっていうのもちゃんと入れておこうかなと思ってます。大きく儲けたいといととううよりはとりはあえず、まあうん 当てつつね、そして、イレブンベッドを、まあ、あの万が一綺麗に決めれたら最高だねっていうところですかね。はい、そんな予想をお届けしたいと思ってますので、また週末ね、遊びに来てもらえたらなと思っております。それまで今回の動画を初めて見たっていう方はですね、これが初見だとまあ結構悲惨なので、えー、今週アップした分の動画はね、遡って見ていただければ、えー、よろしいんじゃないのかなと思います。今回の動画を見ただけだとね、もうダノンベルがいいですねって話しかしてませんから、はい。なので、あ,のあまり意味ないんでね、一戦目で一本前の追い切り動画を見てくださいということで、 竹内でした。バイバイ。